はいこんにちは野球グモチャンネルの時間でございますこんにちはエンジェクです武田です、えー、今日はどうしましょうあのー、今まで、うんえー、野球に関わるいろんな人たちに、うんえー、話を聞く場面っていうのが、えー、武田さん結構あったと思うんですけど、はい、まあ武田さんよく言ってるのはそういう人たちからあの話をいろいろ聞く まあ聞く機会があるっていうのはすごく貴重なことだし、うん、まあそういう人たちの話を、えー、ずっと残していく必要あるんじゃないのっていうことを、うん、あの言ってるんですねはいでそのそれ何なんだろうとおうそのそれどういう意味なんだろうっていうところをちょっと聞きたくてです、ね、ああそうですねえっ、ー、とまああのあ<ー>正直言って本当の意味でインタビューができたっていうのが、はいえー、8号で、えー、野球と 鉄道と野球出ました号でこの時にいろんな鉄道と野球を絡ませようと思ったんですけどやっぱり国鉄なんですよ国鉄スワロですねスワローですでねえっとこの鉄道と野球のこの前の話の中でも明治5年同士しででその時も あ鉄道と野球がどっちも明治5年に誕生した要はためだと鉄道と野球というのはそうするとね鉄道の国鉄当時は鉄道省とか最初は鉄道院鉄道省国鉄になったんだけど娯楽として野球を国鉄は考えたんでねだからスワローズって国鉄スワローズっていうふうに なってるけど、うん、その時に初めて鉄道が国鉄が野球に手を出したんじゃなくて、はい、明治時代かららやってたらしその各電車あそ鉄道の基地のうん、うん、と例えば文字とかはいろ、はいろとあるんだけど、うん、そこで野球部を作って、うん、鉄道の,その国鉄だけでリーグがあったってうんだね。 へへ結構人数いたんですねいやそれはだって国のインフラをすべてああそうかそうか何万人<ー>もしかしたら何十万人っていう人たちが働いてたから野球に親しんでる人間がそんだけいたっていうのも文化の中にすごく入り込んでき、ね、てたねやっぱりねそれでだから国鉄スワローズがパッとセントラルリーグに入れたわけで、ね、まあポット出て、まあ、セントラルリーグ最後の球団が国鉄だからね <laughs> でボロボロにやられて <laughs> <laughs> まあねまあ 小田は小田急と争ってたらしいけどねあ<ー>で結局国鉄がっていう話らしいんだけどなるほどで,、ね、でその中でそうでそれで国鉄スワローズを特集するわけじゃないんだけどはいはいやっぱりじゃあ国鉄の当時のねまあね表紙が鉄道と野球第8号の鉄道と野球っていうのは、うん、まあ表紙が金谷ですからねまあ国鉄スワローズのエースですよそうねう大エースです全面出てるでも金谷にインタビューしたんじゃないそう まカネアンもね、あのー、忙しい方なんでね <laughs> でまあ僕の予算では、はい、もういろんなこと喋りすぎちゃったからあ<ー>また同じことを聞くのも嫌なんじゃないかななんて思ってんじゃないかなじゃあ今まであんまり聞いてなかった人に聞きたいとそうそこが野球雲かなとあっぽいですね、うん、でカネアンの話も聞きたいっていうのは正直ありましたけどはいはい じゃあその周りの人たち、うん、選手っていうのもやっぱり興味があったんで、はい、その中でこうまああの誰をインタビューしたいかっていうことを言われたときに、はい、パッと出たのがね町田幸彦さんなんですよ。えー、はい。うん、うん。でみんなわかる？スワローズファン。あの申し訳ないんですけど。何？<laughs> ね。<laughs> そうそう知名今、現在の知名度として、武田さんに言われてるんで、タイトルホルダーだと、うん、ホームラン王で、うんえー、すごく肩が強い選手だっていうのは聞いていて、ただ今、知名度はそんなないですよね、まああのー、昭和30年、1955年にね、はい、31本でホームラン王を取ってるんですよ31本ちょっと少なめですね、やっぱり打定ですかやっぱりね、昭和、えっと、25年がめちゃめちゃホームランが出た年なんで。はい それで抑えてってその頃って20年代の終わりから30年代の後半ぐらいまでってどっちかというとだよ、ねあまあ、大投手もそこで30勝投手とか20勝投手は当たり前のように、はいまあ、そんな中で31本打った、うん、町田選手に話を聞いたと、うんはい、そうなんです町田選手のお宅まで伺って、はい、まあねいい人なんです。うん、いい人、うん、あの プロ野球選手ってこんなにいい人なんだっけっていうぐらい皆、うん、さんは野球雲でこうお話を聞かさせていただいた方は皆さんいい人なんだけど、はいあのー、町田さんは本当にねいろんな話をゆる本当に優しく答えてくれて<ー>もしかしたらまだ当時今よりその町田さんや国手スワローズに知識がなかったかもしれない野球雲のインタビュアーに。うんうんうん なんか訂正するとかじゃなくてこれはこうなんだとかね、はい、実はこうだったんだよとかね非常に優しくで正直言ってこの野球駒の8号のインタビューはほとんど出しました、はい、カットしてないですあもう取っ手出しですかもうね、うん、だからそのくらい面白いんだもんあでもすごい話がいっぱいあるな、うん、あのー、長嶋茂雄のデビュー戦で決勝ホームランそうなんですよ ここういういところですよだから長嶋と金谷ほら有名ですよゃ打席4打席あればっかり見られるけどでその裏で実は町田さんが決勝打を打ってるっていうね、うん、こういうのってやっぱり表と裏が野球にあるようにあります、ね。話にもあるわけですよだから金谷はもう長嶋を倒すため命がけでやってたまあ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 、じゃあ当時はどうやって守ってたのかとかねうそういうのもやっぱりその野球の例えば シートでね見て,てる時もみんながピッチャーだけ見てるわけじゃなくて、うん、ショートってどうやって動いてんだとか,、うん、だか当時の選手たちはどうやって思ってたのかっていうのを、ね、聞けたし<ー>あのカネアンともうキャッチボールはライトとレフトでやってたとかね。 あピッチャーとキャッチボールを、なんていうんですか、互角にやれるぐらいの肩だった,っったそう。で、ピッチャーやったら、すごかったじゃないですかね,ねだけど、あまあ、野手型っていうのもありますけど、セカンドベースの後ろぐらいから、甲子園の銀さんまでノーバウンドで投げてた、うん、唯一だ、だから、ばか型って、昔でいうとね、<ー>でその後あの巨人、あの国鉄をから巨人軍に移って、V9 の頃の、うん、 コーチとして大活躍されて王さんが756号ホームだった時のサン三塁コーチャーだったとかねあ結構時代のスポットライト浴びてますよねあのショートののの昔巨人のコーノとかねあ育ててたあ名前は知ってますだから V9 からその長嶋監督の最初の長嶋監督の時代の,そのコーチもやってたで長い間これだけ野球界に携わってたってことは キャラクターがいい人だと思うわけですよ確かにまああんまりねキャラがね悪い人じゃこんなんよね、うん、でやっぱりねあ,のあえて言うなら出すぎない方ですねあのー、ちょっとだからお人柄としては少しあの地味なお人柄というか,だか今の何て言うんだろうもしかしたらスワローズファンとしてはい、はい、スワローズの選手のなんか一つの形というかね あ,のあんまり出しゃばらないところはだから押し合わせは強いとかいうよりも、えー、淡々と仕事をするみたいな土橋選手、ね、<laughs> そうそうそう <laughs> そういうね系譜なのんでもホームランバッターじゃないですか4番打ってたんですかえと4番打ったり3番打ったりああ<ー>、うん、スタードだって全然おかしくないそうだけど当時の国鉄ってホームラン王って見て出てるんだよ町田さん以外にもね、えー ちょっっとと今と忘れちゃって申し訳ないんだけど、ねえー、スワローズの機会にだから、すごくね町田さんのお話を伺ってから、はい、ますますそのあアーカイブっていうか、うん、その200勝とか2000本という選手じゃなくても、うんはい、十分の歴史と話の重みがあるわけですよ。 まあの町田さんも今、85歳の年になっていて、こういったまああのすごく貴重なお話をしてくれる人が、あ今あ、ちょっとお年を召されてきたというところで、武田さんもいろいろ思うことがあると。そうですね<ー>だからやっぱり、あのー、今、杉下さんなんか90過ぎてもガンガン、まあキャンプ、ね、<laughs> 中日の。だからああいう方の話を、はい 何度も同じ話聞いてもいいからずっと聞き続けないといけないような気がするので、ねうん、町田さんもまた、ね、機会があったらお話を伺いたいなと思うし。はいそうですね 最後、ナボナくれましたからね。<laughs> 優しい人です。優しい方、ね、それ、なかなか食べられませんでした、もらったっ <laughs> まあ、とくもんじゃないよいや、まあね、だけどそ、やっぱ巨人軍とかナボナ持ってきたよなって、ね、しゃれも言うわけですね <laughs> その辺が、なんかちょっとヤクルトスワローズっぽくないですかいや、なんかね、ちょっとひょうきんね。まあ、ちょっと俺も今、持ち上げちゃいましたけど。えー、<laughs> なるほど。まあ、そういうことでね、野球グモとしてみたら、うはい、そういう部分をアーカイブって言い方はかっこよすぎるかもしれないけど、 やっぱりそういう記録とか記憶っていうのを残していければいや面白い話聞きたいですもんね、うん、すごいようんだからエピソードって誰かが語らないと埋もれちゃいますよね、うんうん、そうなんですよそれがちょっと確かに惜しいなと思うと思うだからいろいろとね今そういうのどっかで眠ってると思うんですよ、はい、で例えば普通に野球を見てた人でも歴史的な試合を見てる人は、うん、やっぱり ななななんんかかしとときゃいけないけな思うんだよねそうねそですよ、ね、まあこういう、まあ、の歴史の証言を持ってる人がみんながみんな本を書くとは思えないんでだから本を書かない人にはこちらからあお話を伺うというそうだから俺たちは僕たちは貧乏でもやるとそこを忘れないでねちょっと野球ゴムとしてはやっぱり頑張っていきたいなと思います。な わかりましたこれからの野球雲の方向性が分かった回でしたエンジャクは勝手に納得しましたエンジャクさんありがとう <laughs> じゃあ今日はこの辺ではい、ありがとうございました